ご視聴ありがとうございます。親分、おはようす。おはよう。え、おめえどうかしやしねえか。挨拶も尋常だし、着物に折り目がついていて、曲げ節だってまっすぐに今年の恵方の羊猿の方を向いているし。八五郎が入ってくると平次はシャーロックホームズのように畳みかけるのでした。なんと感じます親分、足のこの様子。座布団を引き寄せてきちんと座って、いつものお先タバコではなくて懐中から真新しい自分のタバコ入れを取り出す八五郎です。へえ、タバコまでごちさんか。ちょいっと俺のタバコ入れに似ているが、それにしても驚かせるぜ。まだ松のうちには違えねえが、そんな身だしなみはおめえにはねえこった。実はねえ親分、これには不敬意わけがあるんで。そうだろうとも、おばさんからお年玉をもらったぐらいじゃそうは届くもんじゃねえ。実はねえ親分、今度あっしはこの家業から足を洗って地道な商売を始めようと思いましてね。一つはその相談に来たんですがね。おめえが商売をね、どっから元手が出るんだ。まさか越後屋や河野池の番頭になるわけじゃあるめえ。最初から話さなきゃわかりませんが、あっしもつくづく人を縛る家業が嫌になりましてね。自分の家業ながらあまりいい仕事じゃねえな。そこでちょいっと小綺麗な商売でもねえもんかと心当たりに頼んでいると、底辺なもんが舞い込みましたよ親分。なんだ、鶴と亀が舞い込んだのか。婿の口ですよ親分。相手の娘は役が過ぎたばかりの二十歳、あつらえたように酒屋の娘で、母親が一人だけ。番頭小僧は大勢いるが、男の辛抱がねえとうちの締まりがつかねえ。そこで八方から振るほどの婿の口を娘に相談してみるが、娘がどうしてもうんと言わねえ。本意なおばさんに頼んでそっと娘に聞いてみると、決まり悪いながらも一生懸命で、夫に持つならあの八五郎さんのような。というわけで。本当かい。その娘はめっかちかびっこか、それともお人さん化け質の恐ろしい武器量じゃねえのか。冗談言っちゃいけません、あっしは怒りますよ。それとも夜中に首がニョロニョロっと抜け出すといった器用な病気があるとか。とんでもねえ、江戸一番の器量というほどじゃねえが、まず町内でも指折りの綺麗な娘で、デイジ親孝行で心がけがよくって。そうだろうな、おめえに惚れるようじゃよっぽどの人のいい娘だろうよ。辞書もあり家作もあり、店は大した繁盛だ。それに娘の方から望まれたが、あっしも十手の義理にこだわって、いつまでも巾着切りや小泥棒を追っかけてもいられません。親分にはすまねえが、いよいよこの商売をよして酒屋の亭主になることに決めましたよ。本当かよ。おい、なんだか俺は担がれてるようだぜ。ところで話はトントン拍子に運んだが、肝心の仲人がね。それじゃあ銭形の親分を頼もうと言うと、向こうでも大喜び。ぜひお願いしてくれと言うから、あっしが出かけてきたわけで、ご面倒でもよろしくお願いします。八五郎はぴょこりとお辞儀をするのです。はい、なんだか俺は狐につままれてるようだぜ。まあせっかく八五郎が改まってきたんだから、柄にはねえが引き受けて高砂屋とやらかそう。ところでおめえを婿に欲しいというのはどこの酒屋さんなんだ。娘は何という名だ。この辺りには心当たりがねえが、そんな娘があったら世話をしてくださいという話で。なんだこの野郎、そいつはみんな嘘か。嘘じゃねえ、夢で。夢？宝船の売れ残りを総じまいにして枕の下に5枚と敷いて寝たら、そんな夢を見ましたよ。はぁ、切れて物が言えねえ。それにしてもその身なりはどうしたんだ。合わせは折り目がついて真新しいし、帯だっていつもの山の平太のとは違ってるようだが。お勝手の方からはおしずの噛み殺した笑いが聞こえます。なんだおしず、おめえはさっきからお勝手で転げ回るほど笑っているようだが、何がそんなにおかしいんだ。平次はお勝手を大きくたしなめました。だってお前さん、私はおかしくておかしくて、あっさんの着ているのはみんなお前さんのものですよ。何？元日の朝、お前さんが年始参りに出かけた後で、あっさんがやってきて、
暮れには親分も組めが良かったから、ちょいっと着物の一揃いぐらいは僕らから出してあるに違いない。久しぶりで草加のおじさんのところへ挨拶に行くから、一日だけ貸してくださいというお話なんです。なんのこった、八五郎の着ているのはみんな俺の装束か。そうなんです、合わせも羽織も帯もタバコ入れも。呆れた野郎だ、通りで見たことのある柄だとは思ったが。呆れたのはこっちですよ親分。八五郎の鼻はうごめきます。何を呆れるんだ。江戸一番と言われた小さな銭形親分も自分の着物の柄は知らなかったとね。だからおめえはバカだと言うんだ。自分の着物の柄なんか男は知るもんか。なるほどね、その心がけじゃ親分なんかは人混みで姉さんに会って、親どなたでした、見たことのあるような顔だがと自分の女房に挨拶する。まあ、あっさん、おしずは決まり悪そうでした。気をつけてください姉さん、親分はそういう人だ。安心しろ、女房を見忘れそうになったら外へ出るとき鼻の頭に墨で印をつけておくよ。柔らかな春の日が座敷に張って鉄瓶がのどかに歌っております。明神様の森からはもうウグイスの声が。野村鼓動作銭形平次捕物全集より、八五郎婿入り、読み切り、昭和27年、宝石1月号、1957年、銭形平次捕物全集第23、小編3編より。第1章。やい八、何す親分。ちょいっと顔を貸しな。こんな面でもよかったら存分に使ってくだせ。気取るなよ、どうせ身代わりの偽首って面じゃあねえ。顔と言ったな言葉のあやだ、本当のところはてめえの足が借りてえ。捕物の名人と歌われたくせに、めったに人を縛ったことのない御用聞きの銭形の平次は、日向でとぐろを巻いている古文のガラッパチにこんな調子で話しかけました。松は過ぎましたが、妙に生暖かいせいか、まだ江戸の町にも塗装の酔いが残っているような昼下がり。中年者の客房を繰り出すと、平次はすぐ縁側へ回ってガラッパチを居眠りから呼び起こしたのです。へえ、どこへ飛んで行きゃいいんで。今の話を聞いたろう、あの客が長々と話し込んだ。いいえ、聞かねえ。人の話なんか聞きゃしませんよ、そんなさもしい発散じゃねえ。いい心がけだと言いてえが、実は居眠りをしていたんだろう。まあそんなところで、何しろ日向はあったけえし、懐は寂しいし、じっとしていりゃ眠くなるばかりで。呆れたものだ。まあいいやな、俺が詳しくさらってやろう。お手数でもそう願いましょうか。黙って聞けよ。へ。平次の態度にはいつもに逃げなく真剣なところがあるので、無駄の多いガラッパチもさすがに口をつむんで親分の顔を見上げました。今ここへ見えたな、実験棚の八乙の主人だ。一人娘のお仙を同じ商売仲間の末広町の八尾八の跡取りの息子に嫁にやるについて、俺の力が借りてえというのだよ。悪い虫でもついてるんでしょう、どうせ当節の娘だ。そんな話じゃねえ。聞けば近頃神田から日本橋へかけて花嫁がちょいちょい消えてなくなるそうだな。あ、それなら聞きやしたよ。祝言の晩に行方知れずになった花嫁は、これからこっち二人ぐらいはあるでしょう。どうせ言い交わした男でもあって、いよいよという晩に
花嫁姿で道行きを決めたんじゃありませんか。土壇場に据えると女の子は思いのほか強くなりますからね。ところが八乙徳の主人の話では消えた花嫁が3人もあるそうだよ。妙に気が揃ったもんすね。そんなのんきなことを言っちゃいられない。一月や半月のうちに花嫁が3人も行方知れずになるというのは少しおかしくはないかな。そういえばそうかもしれませんね。どこのうちでも娘に男があって逃げたと思い込んでいるから世間体をはばかって表沙汰にはしないようだが、八乙徳の主人はどうも自分の娘も消えてなくなりそうで心配でたまらないと言うんだよ。なるほどね。そこでてめえ頼みというのは、そのおせんとかいう娘に虫がついてるかどうか嗅ぎ出してこいと言うんでしょ。そんなキザな用事じゃあね。娘の身持ちは八乙徳の主人が引き受けるって言うから、差し当たりそれを信用するとして、てめえはそっと嫁入りの行列について行って一晩見張ってさえすりゃいいんだ。なるほど、こいつは嫌な役目だ。なんだと八。知恵も銭もいらねえ代わり大した辛抱役だ。花嫁について行って三三九度から床杯まで見せられた日にはまったく楽じゃねえぜ。贅沢を言うな。これでも一人もんですぜ親分。一人もんだからそんな場所によく目が届くんだ。役不足なんか言っちゃならねえ。へっ、助からねえな。ガラッパチは文句を言いながらも、頭の中ではその晩の冒険に対するいろいろの計画を巡らしておりました。第2章、日本橋の実験棚から神田の末広町まで自動車で飛ばせば5分くらいで行ってしまいますが、昔の花嫁の行列はそんな手軽なわけにはいきません。町内の籠勢から別仕立ての籠が5丁、花嫁と仲人夫婦と嫁の付き添いと親類の主だったものが乗って、あとは縄文のついたちょぼちんを挟んで思い思いに歩くところですが、時節柄物騒というのでカゴだけを飛ばせ、仕出しはゆるゆる後から練っていこうという寸法。伊達天のような粒寄りの若い者に担がせたごちょぼのカゴは、江戸の町の酔いしもを踏んでちょうど明神下からネズミ屋横丁へ抜けようとした時でした。闇の中から不意に飛んできたのは一本の棒。目が花嫁の乗った真ん中のカゴの先棒の股の間へさっと入りました。お、何をしやがると言った時はもう見事につんのめって、弾みのついたカゴは往来の真ん中へどたりと落とされました。それでた。それくらいのことは心得た後棒の若い者、木杖を取って花嫁のカゴの前に立ちふさがりましたが、相手はその出花をくじくよぼに横合いから飛び出して胸のあたりをドンとつきました。何分宵闇の中に起こった不意の出来事で、それに癖者は恐ろしい修練。後棒の若い衆は思わず跳ね飛ばされて尻餅もつくと、その間に飛びついた第二第三の男、物をも言わず花嫁のカゴを引っさらって引きずるよぼに横手の狭い路地の口へ。やろう、待ちやがれ。先棒はようやく起き上がりましたが、向こうつねをしたたかにやられて急には動けません。前後のよちょぼのカゴはこの時ようやく下ろされて、8人の若い者が何をしやがる。息杖を振りかぶって八方から花嫁のカゴを追いかけました。幸い路地は三尺の抜け裏で、カゴは容易に通りません。花嫁のカゴは少し斜めにその口を塞いだまま放り出されたところへ、10人の威勢のいいのが10本の息杖を振りかぶってすかさず追いすがったのでした。別に待ちかごを仕立てて花嫁の行列のすぐ後に続いたガラッパチはこの騒ぎを見ると転がるように降り立ちました。とうとう出やがったか、逃すな。
それでも商売柄、一番先に路地の口に飛びつきましたが、花嫁の籠が入り口を塞いで、急にはくせ者の後を追うこともできません。ねえ、めんどくせえ。籠を飛び越して路地の闇に入ると、花の先に当選棒をしたのは恐ろしく頑丈な木戸。やい、ここは開けろ。押しても叩いてもびくともすることではありません。そのうちによちょぼの籠から飛び降りた仲人夫婦やら付き添いの者。これは一番先に花嫁の安否ということが頭へ響きます。飛びつくよぼに籠の垂れを押し上げて、おせんさん驚いだろうと見ると、中は空っぽ。あっ、とっさの間に籠の中から花嫁はさらわれてしまったのでした。第三章。八尾峰の近くまでたどり着いて、いくらか心持ちに隙のできたところを狙ったやり口や、抜け裏を利用して籠で入り口を塞いだ細工などを見ると、容易なくせ者ではありません。親方、なんとも申し訳がねえ。俺は腹でも切りて。すっかり恐れ入って報告をする八をなだめるように、いやその様子じゃ俺が言ってもしくじったかもしれねえ。手放せねえ用事があったにしても、てめえ一人やったのが間違えだ。平次はそんなことを言っております。時を移さず、ネズミや横ちょぼの抜け裏から八尾峰の立ち騒ぐ人たちのよぼす、驚き呆れる実験棚の八尾徳まで回ってみましたが、手がかりらしいものは一つもありません。六尺棒を若い子の股の間に投げ込んだ手際じゃ、皿の泥棒や人さらいじゃねえという噂を聞いたのがせいぜい。平次は何のうるところもなく、明け方近くなって引き上げてきました。その頃は諸大名の門番や見つけの番人は言うに及ばず、渡り中間軽廃な士分の者まで一種の武器として棒を使ったもので、籠屋の股へ棒を放り込むくらいのことは、ちょっと心得のあるものなら誰にだってできます。花嫁は評判の固い娘で、八尾峰の僧侶とは言い名付けどもし、色恋の道行きでないことは、口さがない近所のおかみさんたちまでがぼたもち番を押します。それに盗まれた花嫁は暮れから勘定星で4人目。手口はそれぞれ違いますが、とにかくよほど深い企みのあることは、花のいい平次には分かりすぎるほど分かります。それから3日目。親分、聞きなすったか？朝のうちからガラッパチが怒鳴り込んできました。なんだ八、相変わらず想像し、石原のもしくじったんですとさ。何？ゆんべ柳原菓子で石原の利助親分が、あの大きい目を光らせている中から、五人目の花嫁がさらわれたって言いますぜ。廃木菓子の三倉屋の娘で、今度は亭下切るようだ。ふーん、これで五分と五分だ。石原のでせえ馬鹿にされたんだ。八五郎ばかりがしくじったんじゃねえ。ざまあ見やがれだ。馬鹿野郎。へっ。石原の兄がしくじったからって、てめえのドジの言い訳になるか。へっ。俺はそんな心がけの人間は手いきれいなんだ。こっちはこっち。石原の兄は石原の兄だ。人の失敗を喜ぶような野郎は、俺のところにいてもらいたくねえ。へっ。てめえは人間はガラガラしていて、まことに出来のよくねえ野郎だが、悪気のねえところだけが取り柄だったんだ。へ。平次の怒りはいつになく峻烈を極めました。さすがのガラッパチもあまりの風向きにしばらくは口も聞けません。さあ、出て行きやがれ。俺はそんなに根性の曲がった野郎を見ていたかね。親分。なるほど、そう言われてみると足が悪かった。勘弁しておくんなさいまし。ならねえ。そう言わずに
親分、詫びを入れたきゃ石原の兄へ行ってそう言ってみろ。まごまごしやがると向こうずねをかっぱらうぞ。石原の兄の手柄を喜ぶような心持ちになったら改めて会ってやる。あまりの剣幕に驚いたか、ガラッパチは二つ三つお辞儀をすると、怯えた猫の子のように後ずさりに格子の外へ飛び出してしまいました。日頃温和な平次がこんなに怒るのは何か司祭のあることでしょう。人のいいガラッパチは押して聞き返す勇気もなく、妙に諦めかねた涙ぐましさでいずこともなく立ち去ってしまいました。第四章。まもなく第六人目の花嫁が盗まれました。新川屋町、今の松下ちょぼの染物屋の娘を立つ、同じ神田鍋ちょぼの酒屋伊勢直へ嫁入りさせましたが、どこでどうすり替えられたか、向こうへ行って綿帽子も取ってみると花嫁が変わっていたというのです。家を出てカゴに乗せるまで仲人は花嫁の手を離さず、伊勢直への道中は自節柄出入りの頭や職人に頼んで厳重に守らせ、カゴを降りると仲人のほかに大勢が人垣を作って送り込んだのですから、途中ですり替えられるはずは万に一つもあるとは思われません。その上何ということでしょう、この晩は双方から頼み込まれて、特に銭形の平次が乗り出し、酔いから嫁の姿を見張って一刻も綿帽子から目を離さなかったのです。嫁のお達は里方の染物屋にいるうちに帰られたに相違ありませんが、それがどこでどうして入れ替わったか、さすがの平次にも全く見当がつきません。お達の代わりに花嫁に仕立てられたのは、どこから来たともなく二三年この方、神田あたりをさまよい歩く女小じきのおろく。これは金看板のバカで、何を聞いても一向取り留めのない始末です。おめえはどこから誰が連れてきたんだ？言わねえか。言わないよ。言わなきゃぶつよ。呆れたバカだ。寄ってたかって責めると、黙ってさえいれば伊勢屋の若旦那のお嫁さんにするって言われたんだ、言うもんか。この調子では全く手がつけられません。もっとも評判娘のお達とはにもつかぬ醜い要望で、年も三十はいくつか越したでしょう。綿帽子さえなかったらお達と間違えられるおろくではありませんが、女小じきにしては様子がいかにも華奢なのと、一言も口を聞かなかったので伊勢直へ連れ込むまで誰も気がつかずにいたのでしょう。それよりも重大な原因は、近頃の物騒な噂に怯えて人間という人間があまりに緊張しきっていたために、思わぬ心理的欠陥に乗ぜられたのでしょう。何しろ伊勢直は煮えくり返るような騒ぎ、せっかく酔いから大目玉を向いている平次も今度という今度はすっかり面目玉を踏みつぶしてしまいました。なおもおろくを捕まえて脅かしたりすかしたり一晩がかりで攻め抜いてみると、誰やら知らない人が来て伊勢直の若旦那と添わせてやるからと言って、知らないうちへ引きずり込んで湯へ入れて化粧をさせて紋付きを着せて伊勢直の裏口からそっと引き入れたというだけは分かりましたが、おろくの足りない脳みそは問い詰められると混乱するばかりで、誰やらという人相も引き入れられたという家もまるで見当がつきません。分かったことというと、おろくの着ていた紋付きや帯はお達の着ていた品と色も柄もそっくりそのままというほどよく似ておりますが、実は今までにかどわかされた五人の花嫁の身につけた品のうちから、
お辰の嫁入り支度と二寄りの品を集めたもので、少し気をつけさえすれば、誰にでもその違いはわかる程度のものだったことです。銭形の親分、ご覧の通りの始末だ。誰のせいというわけじゃねえが、どうか嫁を探してやってください。六人の花嫁を一緒に探してくだされば、それに越したことはありません。万一のことがあったら。伊勢名の主人はごくりと固唾を飲みました。面目次第もございません。平次の男にかけてきっと探し出してお目にかけます。三日と言いたいが、せめてあと5日、この月十分には何とかいたしましょう。言葉は柔らかいが、平次の胸の中には勃然として命がけの決心が定まったようです。後ろ指を刺されるような心持ちでそのまま外へ。騒ぎも聞いた近所の人が往来へ柿を気づいて、闇の中には物々しいささやきが微風のように動きます。第五章。おっか、うちになさるかい。あら、親分。おしずは平次を迎えていそいそと立ち上がりました。平次の許嫁になってからは両国の水茶屋へ出るのはよしてしまって、八丁堀の与力笹野新三郎のところへ手不足の時だけ手伝うのがせいぜい。大抵は家にいて母親を相手に、嫁入りの心支度ともなく針を持つ日の多いこの頃だったのです。この時おしずは平次と9つ違いの18、役前に祝言の杯だけでも済ませるつもりで仲人まで立てておりましたが、お上のご予防の多い平次はせめて春長にでもなったらと一日延ばしに延ばしていたのです。美しさも賢さも申し分なく恵まれたおしずは、平次の顔を見ると、ぽっと顔をあからめて立ち上がりましたが、それを抑えるように、まあ、親分、よくいらっしゃいました。次の間から母親が出てまいります。すっかりご無沙汰をしちゃった。おかわりもねえようで、こんな結構なことはねえ。ところで今日は少しお願いがあって来ました。ちょうどいい安兵だ。シーボーも一緒に聞いておくれ。まあまあ、御用の多い体を気の毒な。そう言って使いでもくださればこっちから伺ったのに。ほんでもね、年寄りを歩かせるようないい話じゃねえんで。実は。平次は言いにくそうに頬を撫でました。これは仲人から言ってもらうのが順当だが、それでは俺の心持ちがすまねえ。母と娘は黙って顔を見合わせました。重大な意味のあるらしい平次の真意を測りかねたのです。ざっくばらんに言ってしまえば、一日延ばしにしていた足とおしずの祝言を訳があってこの月のうちに運びてえと思うんだが、どんなもんだろう。ええ、早いに越したことはありませんよ。私もおしずも親分がその気になってくださるとどんなに嬉しいか知れないが。母親は真っ赤になって差しうつむくおしずを振り返ってこう続けました。この月といってもあと3日しかないから、支度がとても間に合わないよ親分。おっか、それも承知だが、あと三日のうちに祝言の真似事だけでもしねえと、俺の男が立たねえことがあるんだ。親分の男が？そう言っただけじゃわかるめえが、知っての通り、近頃あっちこっちの花嫁が盗まれる。それも神田一円と日本橋の数箇所をかけての祝言ばかりを狙って、暮れから六人も行方知れずだ。神隠しに会うのか、門分かされるのか、ともかく容易なことじゃねえ。そうだってね、親分。笹野様も、
ことのほかご心配で、平時何とかしろとおっしゃるが、こればっかりは雲をつかむようでどうにも手に負えねえ。神隠しなどという言い訳はお上筋は通らねえから、十手取り縄を預かる者から言えば、これはどこまでも悪者の仕業に相違ねえ。ガラッパチも石原の兄にもしくじったのを承知で、伊勢直央の祝言へ行って見張ったはいいが、この平次までが見事に裏をかかれ、尻尾を巻いて引き下がってしまったようなわけだ。世上の人が後ろ指を指しているようで、どうにも外へ出る勢いもねえ。おねえといいのはここだよか。この説はすっかり怯えてしまって、この界隈には猫の子の祝言もねえ。ぐずぐずしているうちに相手が見切りをつけて六人の花嫁をまとめて殺めるとか、そんなことはないまでも、隠国にでも持ち出されたら手のつけようがねえ。ここでもう一度相手から仕掛けさせて、動きの取れぬ証拠を握るためには、たった一つでもいいから祝言が欲しいんだよ。俺の目の前で花嫁をすり替えた相手だ。平次が嫁をもらうと言ったら、万に一つも黙って見ているはずはねえ。おしい坊に、幾度も危ねえ思いをさせちゃ気の毒だが、一番花嫁になってかどわかされて、くせ者の巣を探ってもらうわけにはいかねえだろうか。折り入って頼み、男の額には、冷や汗さえ浮かべておりますが、あまりのことに母親は返事のしようもありません。しばらくごましぼになった首を襟にうずめて、何を考えるともなくぼんやりしてしまいました。親分、そんなことでお役に立つなら、どうぞ私を使ってください。祝言もしてとは言いませんが、おしずは顔を上げて、平次よりはむしろ母親の心持ちを測りかねた様子でこう言いました。おしず、何を言うのだよ、お前。いいえ、お母さんのご心配はごもっともですが、私は親分のお力を信じきっております。高田親園の手入れの時だって、お茶の水の空き家に吊るされた時だって、親分は見事に救ってくださったじゃありませんか。ね、おっかさん、どうぞ私も今晩にも親分のところへやってください。母親の膝に手を置いたおしず、それをゆすぶり加減に少し甘えるちょぼしでせがんでおります。平次はこのけなげな心意気に打たれて、両手を合わせて拝みたいような心持ちで黙って差し控えました。第六章。その翌々日、平次はおしずと祝言の杯をあげることになりました。仲人は笹野新三郎の用人、小田島伝蔵老人。いずれ春には腰入れするはずで、ぼつぼつ支度を心がけていた矢先ですから、貧しいちょうどながら一通りのものは揃っております。おしずの家から平次の家まではほんの二三丁、かごにも車にも及びません。平次とおしずが立って断るのも聞かず、小田島伝蔵老人夫婦のほかに平次の奉梅やら子分やら二三人、花嫁姿のおしずを遠巻きにして平次の家に送り届けたのは、その晩のまだ宵のうちでした。ガラッパチがいたらさぞ頓狂な声で一座をにぎわしてくれるだろうと思うと、見えざる相手の仕掛けを待って期待と闘争心に燃える平次の胸にも、何かしら一脈の寂しさが冷たい風のように吹き入ります。新妻をさらわせるつもりの平次、祝言の席からかどわかされるつもりのおしず、二人の気持ちをうすうす読んだ客、この祝言はまことに不思議なものでした。どうせ裏棚住まいの平次、知恵は狂気はあっても、金っ気などはろくにありません。それでも花嫁を
迎える用意だけは一通り整えて、借り物ながら屏風を回し、島台を飾り、足の高い前夜、絹物らしい座布団、自節柄寄せ集め物の火鉢まで、どうやらこうやら揃いました。二間ぶっこ抜いた部屋が式場で、その裏が花嫁の支度部屋。長屋の者が集まって、めでたく三三九度が済むと、赤さごや豆腐いと言った調子のが始まります。紋付き姿の平次も立派でしたが、それにも増しておしずの花嫁姿は鮮やかでした。このままお開きとなれば、何もかも無事に収まります。六人の花嫁を盗んだ癖者も、さすがに銭形の平次の嫁には手をつけられなかったのでしょうか。やがて花嫁は次の間へ下がりました。怪しげながら紋付きを脱いで、色直しと言うことになります。杯は幾回りかしてさんざめく一座、門若しも何も忘れてしまって、だいぶいい心持ちになってきましたが、どうしたことか、しばらく経ってもおしずの姿が見えません。ちょいと、神結のおつるさんが屏風から顔を出して、小田島老人を呼びました。嫁さんはどうしたんだい、先ほどからお見えになりません。何？一座は騒然として立ち上がりました。頭からかぶった風呂敷でも金繰り捨てたように、乱水がいっぺんに冷めてしまったのです。色直しの着付けを済まして極上へいらしたようですが、それっきり見えません。界隈でよく知られた名人の神結、額から右の目へかけて赤いあざのあるおつるが、その醜い顔を歪めておろおろしております。とうとうやりやがったな。婿姿の平次、せわしく羽織を金繰り捨てると、旅はだしのままパッと裏庭へ飛び出しました。誰が開けたか、路地へ抜ける木戸はバタバタになって、そこには嫁にもほの字録、まがいものながら大枚のかんざしが一本落ちております。第七章。平次の活動は本当に火の出るようでした。六人の花嫁を救い出すために、あらゆるものをかけてしまった平次は、この上失敗を重ねるようなことがあれば、死んでも申し訳が立たないことになるのです。世情の噂、笹野新三郎の特例。それはしばらく我慢するとしても、おしずの母親の嘆きは一刻も見てはおられません。それに、あの自分のために進んで七に飛び込んだおしずの正常無垢な美しい体を考えると、サイコロの目一つにあらゆる心象を張り込んだ人間の予防に、平次は腹の底から道具類を感じるのでした。平次は今までも決して遊んでいたわけではありませんが、もう一度必死のスタートを切って、嫁入りと関係のあるあらゆる商売を調べてみました。第一番に、神田に本橋の呉服屋、越後屋、白木屋をはじめ、筋の立ったところを全部当たってみましたが、江戸中に毎日いくつあるかわからない祝言のうちから、神田に本橋のを襟出して聞くなどは、呉服屋へ行ったところで何の足しにもならないことが分かっただけでした。次は、鰹節や小物や炭酢や書道具や魚や酒屋、いやしくも嫁入りの御用を務めそうな店は、自分か子分かが一通り回ってみましたが、どこにも怪しい節などはなく、また婚礼の日取りなどを聞き回った人間の噂は一つもありません。しかし七人の花嫁門若氏の手口は、ことごとく周到な用意と長い間の計画でやったことで、偶然の
回り合わせで行き当たりばったりな仕事でないことはよくわかっております。念のため一度は諦めた女小敷のおろくをその巣にしている明神様の裏手の建て捨てた物置小屋へ見に行きましたが、何としたことでしょう。これは見るも無残に首り殺されてボロとわらくずの上に醜い死骸を横たえております。しまった、こんなことならもう少し口を聞かせるんだったといったところで追いつきません。今度ばかりは銭形の平次ほどのものも全く持て余してしまいました。下町自分の質屋という質屋、古物屋という古物屋は古文のものを飛ばして詮索しましたが、暮れからこっち嫁入り道具などを持ち込んだものは一人もありません。こんな虚しい努力を続けているうち、たった一つ気のついたことは、石原の利助とガラッパチが平次とほぼ同じ調べ口であちこちを探し回っているということだけでした。第八章。平次はおしずにいろいろのことを言い含めておいたはずですが、不思議なことにかどわかされたおしずからは何の合図もありません。おしずの襟や帯揚げの中には格子や雨戸の隙からでもあふれるように平次宛に書いた手紙が幾本も用意してあったはずですが、どんな場所に閉じ込められたか、そんなものは一つも平次の手元に届かなかったのです。そればかりでなく、おしずの帯の間や懐の中には小さい竹笛がいくつか潜めてあるはずです。その笛をひっきりなしに吹いてくれさえすれば、平地の子分たちが聞き込まないまでも、近所の人が変に思って、井戸端の噂ぐらいに登らないはずはありません。平地は夜となく昼となく、神田から日本橋をヘトヘトになるまでさまよい歩きました。道に落ちた花紙にも驚き、あんまの笛の根にも肝を冷やして、本当に気の触れた犬のように駆け回ったのです。しかし何もかも無駄でした。もしかしたら六人の花嫁と一緒に、美しいおしずの死体は今月にも大川に浮くかもしれない、といった恐ろしい幻想に、平次は休むことも眠ることもできないありさまになっておりました。ひしひしと身に迫るのは食い入るような恐ろしい後悔です。疲れ果てた足を引きずるように聖堂裏から昌平橋を渡って柳原の方へ出ようとする平次の潮垂れ果てた肩へ後ろからそっと手を置いたものがあります。親分、ご心配ですね。振り返ってみると、髪のおつる、まずい顔ですが、それでも人のいい笑みを浮かべて、慰め顔に平次の顔を差し覗きます。ああ、おつるさんか。平次は夢見るように立ち止まりました。おしずさんの行方は少しもわかりませんか。毛筋を瓶に刺して、襟のかかったこそで、結び下げた黒ジュスの帯は少し猫じゃらしに尻を隠します。困ったよ、鶴さん、おめえさんにも心当たりはねえだろうか。銭形の親分さんがそんなことをおっしゃっちゃ困るじゃありませんか。でも今度ばかりは本当にお気の毒ね。親切とも皮肉とも聞こえる言葉を空耳に、平次はおつるについてその家の前まで行っておりました。ちょいと寄っていらっしゃいな、お茶でも入れましょう。ありがとう、少し休ませてもらおうか。断るかと思った平次はおつるに誘われるまま細かい格子戸をくぐりました。中は女やもめの住みそうな磨き抜かれたちょぼと二三人の若い好き手が男の客を物珍しそうに奥の方から
娘らしい視線を送っている様子です。手がらしでございます。汲んで出す茶、一口飲んで、流し鉢の猫板の上に置いた平次。あの娘さんたちは、夜もここへ泊まんなさるのかね？いいえ、用事のない時は日が暮れるとめいめいのうちへ帰しますよ。住み込みもあるんだろう？私はこんな性分で人様の娘を預かることなどは面倒くさくてできませんから、みんな帰ってもらいますよ。すると夜分はおつるさん一人だね。ええ、ちょうどいい塩梅だ。これからちょくちょく遊びに来るとしよう。あれ、冗談ばっかり。そんなことを言うと罪ですよ。これでも女なんですから。そりゃあそれとして、いい加減にして頭巾を取ったらどうだい？何をおっしゃるんです？おつるは思わずキッとなりました。七人の花嫁を出してもらおうか。第九章。平次の手はさっと伸びて、おつるの左の手首をぴたりとつかみます。何をするんだ、やらしい。ふざけたことをすると、おかっぴきだって勘弁しないよ。というのを引き寄せて、ぐいとつかんだ女の腕をしごくと、二の腕に赤々と絞りの折り鶴。単調のお鶴、御用だ。何を。どこから取り出したか、お鶴の手には、きらりと合い口、平次の首にさっと来るのを、叩き落として膝の下へ。おめえが怪しいことは早くから気がついたが、証拠がなくってくんくまずにいたんだ。花嫁が七人も続けざまに消えてなくなるのに、それを手がけた神を疑わずにいるほどの平次と思うか？言ううちにも、懐から蛇のようにひき出したる鳥縄、みるみるお鶴の体は高手こてに縛り上げられてしまいました。何をするんだい。私は女神のおつる。下町では知らないものはない。何を証拠に銭形とも言われる者が縄を打つんだい。畳を舐めさせられた額の赤あざは火のごとく燃えて、仕込めの恨みの目は毒蛇のよぼにキラキラと光ります。黙れ、あの壁を見ろ。ところどころに爪で引っかいた蛇の目の印があるだろう。あれは、おしずに言いつけた合図の絞り。俺の名前から思いついた銭形だ。あの印のあるところに、おしずがいるに違えねえ。さあ言え、七人の花嫁をどこに隠した？知らない知らない。立って探したかったら、裏は神田川だ。密の底でも覗いてみるがいい。ふてくされたぼつる、歯を食いしばって平次の顔を、肉肉しく見上げます。七人の命にゃあ消えられねえ。言わなきゃ平次の終始にはねえことだが、おめえの体をゴブ試しだ。これでもか。平次もさすがに一生懸命です。額に降り注ぐ冷やばせも片手殴りに吹き上げると、女の手からぶちぼとした合口を取って、その白々とした喉へピタリと当てました。冷たくて飛んだいい心持ちだよ。さあ、一思いについておくれ。お前に殺されれば本望だ。何を隠そう、あっしは長い間お前におかぼれしていたんだよ。それはおそらく本音でしょう。平次を斜め下から見上げる悪女の目には、不思議な情感がメラメラと燃え盛るのです。へっ、しぶてえ女だ。いい。七人の花嫁をどこへやった。思わずぞっとしながらも、平次は合口の峰を返して女の方を叩きます。ダメだよ。そんなことを言っているうちに、七人のメスはひとまとめにして江戸から送り出す手はずができているんだ。私はお仕置きになるだろうが、その代わり私の首がさらされる頃は、おしずをはじめ七人の花嫁は島原か長崎へ叩き売られているよ。何？ひとまとめにして江戸から送り出す？平次は
さっと次の間のからかみを開けました。この騒ぎに好き手の娘たちはどこへ行ったかわかりませんが、突き当たりのしょぼじょぼを開けると目の下は真っ黒に濁った神田川の流れ。平次の胸には初めて事件の謎を解く最後の触光が刺したのです。第十章。石原の親分、そういったようなわけだ。面目次第もねえが、当分ここへ置いておくんなさい。ガラッパチはしょげ返って、リスケの前に両手をつきます。リスケは黙って腕をこまねきました。平次の天胆な心持ちが、今はもうわかりすぎるほどわかりましたが、長い間反目してきたリスケは、ガラッパチの前に釈然として見せるには、少しばかり負け惜しみが強かったのです。ともかく詫びをするなら、石原の兄にしろというぐらいですから、あっしの言うことなどを聞く銭形の親分じゃありません。ついでの時どうぞよろしく取りなしてください。あっしは、あの親分から見放されるくれえなら、首でもつって死んでしまいますよ。どうけた口にも妙に真剣なガラッパチの調子を見ると、リスケはなんとなくくすぐったい心持ちになります。まあ、いいやな。そのうちになんとかなるだろう。しばらくここにブラブラしているがいい。ありがとうございます、親分。二人がそんな話をしているところへ、表からリスケの子分が二人連れで帰ってきました。親分、変な噂を聞き込みましたよ。なんだ？両国の水よけに、ひじり面の片袖が引っかかっていたそうっすよ。え？そればかりじゃありません。この二三地、ウコン色のしごきだの、かのこしぼりの下締めだの、変なものが百本杭や永代へ流れ着くそうですよ。そいつは耳寄りな話だ。行ってみるか、八谷に。リスケは立ち上がりました。見えるやしょ。おしずさんはじめ七人の花嫁は、どこか貸しっぷちの家にでも押し込められているにちげえねえ。それから間もなくリスケとガラッパチは、古文の者に弾けを焦がせて、大川の右左を上から下へ、下から上へと見回り始めたことは言うまでもありません。日はもうとっぷり暮れて、筑波おろしが、灰色の水を渡って、ヒューと吹き起こります。ちょうどその時、銭形の平次も一層の弾けを焦がせて大川の上をこぎ回っておりました。これは浜ちょぼ菓子から駒込まで、両岸の人家には目もくれずに、川の中に浮かんでいる船にばかり目をつけております。七人の美女をひとまとめにして、人目につかぬように上方へ持って行くには、船より他に手立てはないと睨んだのでしょう。橋の上手、この時候には滅多に見かけない、屋根船のもやっているのを遠くの方から、二三度伺った平次は、もはや躊躇はしませんでした。見ると、目指す屋根船は、怒りを上げて、揚げしぼに、揺るぎ出しそうなありさま。待て待て、その船に不審がある。宵闇の中から声をかけた平次、はしけをピタリとつけさせると、船端から船端へさっと飛び移りました。なんでいきなり人の船に入ってきやがって。水竿を取り上げてガバと打ってかかるのを身を開いて、つつつつつ懐へ入ると見るや、当て身一本、船頭は雲なく赤の中にのけぞります。中へ飛び込もうとすると。誰だ、想像し。道の間から飛び出したのは、一人二人三人。いずれも荒くれた大男。そのうちの一人は日本差しのようです。御用だぞ、神妙にしろ。何よ。七人の花嫁をかどわかしたのは貴様らだろう。何よ、それ、相手は一人だ、切ってしまえ。
三人の男は切っ先を揃えて平次を三方から取り囲みました。平次の武器というのは実手が一丁。真っ先に飛び込んできた脇差しを引っ外して実手を左に持ち替えると、右手が懐に入って取り出した青線、へいっ、うん、真っ先の一人は左の目を撃たれて引き退きました。しかし相手はまだ二人、友の方からはもう二三人船頭が助立ちに飛んでくる様子です。平次は実手と青線とも代わる代わる飛ばしてわずかに身を防ぎましたが、相手の武家は思いのほかの使い手で、平次も次第に圧迫されるばかりです。大川の上から下へ端けぼこがせていたリスケとガラッパチはこの時ようやく平次の機難を見つけました。それと屋根船へへさきを叩きつけると、リスケガラッパチをはじめ二人の子分、銭形の兄、もう大丈夫だ、リスケが来たぞ、親分、八五郎が命令した、ガヤガヤ。船の上にはひとしきり乱闘が続きましたが、平次とリスケの取り物序没な駆け引きと、一つは大勢の力で大した過ちもなく、間もなく一味五人をがんじがらめにしてしまいました。中仕切りも開けてみると、胴の間には縛られた七人の花嫁、踏み砕かれた花束のよもに一塊になって震えております。あ、親分。その中でも一番美しくて一番気の確かなおしずは、平次の姿を見ると悪夢から覚めたように飛び起きて駆け寄りました。七人の花嫁をかどわかした神医のおつるは、丹丁母のおつるという有名な女族で、額から目へかけての赤あざは人目を忍ぶために絵の具で描かせたものでした。しかしあざはなくとも恐ろしい修婦で、三十過ぎまで男というものに目をかけられたこともなく、もとより縁談を持ち込む物好きもなかったので、やけと呪いとが講じて、世女母の美しい花嫁をみんな手当たり次第に祝言の席からさらって、報復の絶頂から不幸のどん底に落としてやろうと思い立ったのでした。それを助けたのはことごとくおつるの相棒や子分で、美しい盛りの七人の女を船で島原か長崎へ持って行っていいねに売り飛ばそうとする矢先も、危ぶく銭形の平地に捕まってしまったのです。大川へ肘面の片袖や右近のしごきを流したのはおしずの知恵だったことは言うまでもありません。ガラッパチを叱り飛ばしてリスケのところへやった平次の真意は、言うまでもなくこの先輩と和解するためで、平次のわだかまりのない態度に今度こそはリスケもすっかり兜も脱いでしまいました。野村鼓動を咲く銭形平次取り物控えより、七人の花嫁全文読み切り、書出オール読み物文芸春秋社、1932年昭和7年1月号より。第一章。親分、変な野郎が来ましたぜ。ガラッパチの八五郎、横っ飛びに路地を突っ切って庭口から洗濯物をかき分けながら、バーッと縁側へ顔を出しました。神田明神下の銭形平次の住まい、秋の朝日が長々と這い上がって簡素な調度を照らしております。どこへ何が来たんだ、相変わらず想像しいなおめえ。平次はトグロをほぐして面白そうなこの中心を迎えました。リャンコが二人、太ったのと痩せたのが角の酒屋で聞いてみましたよ。高名なる銭形平次殿のお屋敷は
この辺りではないかとね。お屋敷は嬉しいじゃありませんか。ペロリと舌を出して、いわゆる平次殿のお屋敷中を一目に見渡す八五郎です。おしずの手が届くので、どこからどこまで舐めたようにきれいですが、座布団2枚、長火鉢が1つ、鉄瓶と茶道具と、そしてそうしてそれっきりといった簡素そのものの小市民生活です。お城と言わねえのがめっけもんさ。いずれお家の重宝を友切丸かなんか紛失して駅舎の代わりに俺のところへ来るといった寸法だろうよ。そんな話をしているところへ、頼もうなどと憲兵らしい声が聞こえてきました。さて、女房のおしずに取り継がせて、たった一間きりの六畳に通されたのは、八五郎が前触れをした通り、太った中老人と痩せた若い武家の二人。拙者は薩ヶ谷町に住まいいたすお連中様御用人、島五六郎様用人、川前一助と申す者、主人名代としてまかり越しました。拙者は富坂町に住んでいる千本鎌之丞と申す者。それは痩せた若い方でした。二人は名乗りを上げて真四角にお辞儀をするのです。おかっぴき風情にこう丁寧な挨拶をするのは、いずれのっぴきならぬ頼みがあってのことでしょう。銭形平次は膝っこ像を揃えて相手の出ようを待つほかはありません。他ではないが、平次殿、折り入っての願いがあって我々両名わざわざ参ったが、なんと聞いてはくれまいか。川前一助が先に口を切りました。よく太って油ぎって鼻が大あぐらをかいている52、3の真っ黒な男ですが、調子がひげまんで妙に抜け目がなさそうで、申し分なく容人連れがしていそうです。もっとも主人の島五六郎は大奥の聞け者で、六高300石、役高500石、合わせて800石に過ぎませんが、県政ははるかに数千石取りの大臣を凌駕し、用人風情の川前一助までが同行の御家人少々人間が甘そうではあるが、50石取りの千本金之丞を顎で使いまくりそうにするのでした。平次は黙って控えました。要件も言わずに強引に引き受けさせようと言ったこの味噌すり用人の憲兵らしさが気に入らなかったのです。実は多分をはばかるのだが、川前一助、部屋の隅に引っ込んでいる八五郎の長い顎を横目でじろじろと舐め回しながら切り出しかねる様子です。その野郎ならご心配なく、節穴みてえなものを二つ持っておりますが、何を聞いたって人に漏らす気づけはございません。容易ならぬ大事だが、それじゃあ何にもおっしゃらずにお帰りを願うほかございません。お勝手には女房がおりますし、少し大きい声を出しゃ向こう三軒両隣へ聞こえるような浅間な住まいでございます。それに入り口には酒屋の城が聞き耳を立てて寝そべっておりますよ。八五郎はまた余計な口を出したのです。自分を邪魔扱いにされたのが小尺に触ったのでしょう。黙っていろ。その調子だから人様はおめえの顔を見ると用心するじゃねえか。え、こんな野郎でございます。どうぞご心配なく。さようか。では申し上げるが、他言は固く無用に願いたい。実は小石川伝通院大修復のため大奥から千両の寄進があり、それに添えてお連中様お奉納の調度品の数々、お墨付き一通とともに明後9月9日に御無用代のご参拝とともに伝通院まで持参することに相なり、拙者主人島五六郎殿はお役目柄千両の金子とご奉納の品々をお預かり申し上げたのだが、佐志ヶ谷町ではいかにも足場が悪く、幸いお広敷添番衆
地元金之丞殿のお住まいが伝通院の近所にあるので、しばらくそこにお預けして9月9日を待つことに相なった。平次は黙ってその先を促しました。二台の釣り台で富坂帳簿の地元殿お住まいに持ち込んだのは3日前。何分身にも世にも代え難い大事の品ではあり、一時も目を離すわけにいかないので、主人名代として拙者が詰めかけ、地元殿ともども寸毫の油断もなく守護いたしたが、昨夜、いや昨日の明け方と申した方がよい、あろうことか千両の大金とともにご奉納品の品々お墨付きまでが煙のごとく消え失せてしまったのじゃ。千両の金は償う道もあるが、ご連中様のお鏡郷野義弘のご会見御賞を願って立たれた一握りのお元取り、それにお墨付きなどは代わりの品があるべきはずもなく、明後日お局衆の第三までに間に合わなければ、拙者主人島五六郎様はじめ拙者までも腹でも切らなければ愛なるまい。地元殿は表向きお役目を受けたまわったわけではないが、これとても重きお咎めは免れない。昨日一日必死の探索をいたしたが、誰の仕業ともわからず、いずこへ持ち去られたものか手がかりもない。恥を忍んでお願いに参ったのはこういうわけだ。当今江戸中で名の高い平次殿、こうなってはもはや秘伝の知恵にすがるほかはない。この通りだ平次殿、拙者主従を助けると思って乗り出してはくださらぬか。用人川前一助はその高慢な殻を金繰り捨てて畳の上に両手を落とすのです。地元金之丞もそれに誘われて膝に置いた手を不器用らしく滑らせました。第2章。出かけるんすか親分。路地の外へ立ち去る二人の武家の後ろ姿を見送って、ガラッパチの花はきな臭くうごめきます。せっかくの頼みだ、ともかく行ってみようよ。へん、あの高慢な面を見ると保釈に触るじゃありませんか。ほっときましょうよ、千両箱なんかどっかの蜘蛛の巣に引っかかってますよ。こんなことを言う八五郎です。ばあ、なんていうこと言うんだ。へ、武家の内輪ごとに首を突っ込むのは嫌だが、放っておくと受け合い2、3人腹を切らされるよ。腹なんか切りつけていますよ、あの手合いは。よさねえか、八。いくら憲兵面が尺に触っても、みすみす2人3人の人を殺すわけにはいかねえ。おめえも来るがいい。久しぶりの宝探しだ。平次はそんな風に考えているのでした。不服らしい八五郎と一緒に、富坂帳簿の地元邸へ着いたのは、もはや昼過ぎ、50石の昇進ですが、お広敷添え番衆というともかく100石の役高がついているので、家屋も小綺麗に、寺町の林の中はまことに別天地の感じです。なるほど、この辺りは悪くありませんね。水戸様と伝通院の松寺に挟まれているから、木が大きくて薄黒いが、その代わり隣の夫婦喧嘩もめったに聞こえねえ。相変わらず八五郎は太平楽でした。遠慮してお勝手から訪れると、小女に取り継がせて、銭形どうやぶんで表へ行ってくださればいいのにと助裁なく迎えてくれたのは24、5の、これは抜群の美しい内衣でした。色白なのが青い合わせとよく似合って、眉の跡が公家衆のように霞んで見えるのも、なんとなく気高い感じがします。相対にお人形のように整った顔は少し険しげではありますが、打ち解けた優しい言葉遣いとともに八五郎をたじたじとさせるには十分でした。続いて主人の地元金之丞が出てきて、手を取らぬばかりに二人を案内しました。小旗本や御家人の屋敷に共通の天井の低い窓の小さい、まかずの多いうちで、
狭い廊下を曲がりくねって奥へ通されると、その雪止まりの八畳もに32歳の立派な武家と先刻平次のところに訪ねてきた用人の川前一助が空っぽの床の間を睨んで難しい顔をして相対しているのでした。平次が参りました。地元金之丞が披露をすると、さようか、それはご苦労であった。客の武家は軽く顎をしゃくりました。申すまでもなく、ご連中様、用人、島五六郎、長身白石で鼻の高い、唇の赤い美男子、主人地元金之丞の貧乏臭くひょろ長く、いささかきょとんとしたのと比べては大変な違いです。とんだ御災難で。察してくれるか、平次、千両の金はどうにでもなるが、ご連中様が心を込められたご奉納の品々とお墨付きは取り返しがつかない。あれがなくてはこの島五六郎、腹を切っても追いつかぬところだ。島五六郎は眉を垂れて立派な顔を曇らせるのです。前後のことを詳しく受けたまりたいと存じますが。平次の問いにつれて、島五六郎と用人の川前一助はもう一度事件の起こった前後の事情を説明してくれるのでした。それによれば、千両箱一つと奉納の品々はそれぞれ三方に乗せて釣り台に納め、島五六郎自身前句を受けたまわり、地元金之丞は光栄として半蔵門を立ち入れ、足軽実機を従えて富坂町のここへ落ち着いたのは3日前の夕刻。警護を緩めたわけではないが、足軽はそれぞれ引き取らせて、島地元漁師のほかに用人川前一助、若藤牛松、それに町役人の誰彼も協力して、おさおさ守備に怠りはなかったというのです。おとといの晩は内儀の心尽くしでねぎらいの酒が出て、島五六郎はほろ酔い機嫌で酔いのうちに笹ヶ谷町の自宅に帰ったが、後には用人川前一助が残って、主人地元金之丞と共に床の間に据えた品々をよっぴて厳重に見張っていたというのでした。が、厳重に見張っていたといっても、二晩も寝ずの晩が続いてはさすがに疲れないわけにはいきません。明け方二人ともついトロトロとなって、はっと気がついて辺りを見ると、床の間の左右に据えた燭台の百目ろうそくが二本とも消えていた。雨戸の隙間からは朝の薄い光が差し込んでいる。もとより何事もあるはずはないと思ったので、拙者はそのまま長寿に立ち、地元殿はご自分で縁側へ出て雨戸を開け、二人一緒に部屋の中へ立ち帰ると、床の間は空っぽになっていたのだ。隣の部屋には、島家の若藤の牛松と、隣の酒屋、森川屋のせがれ又吉が大きな目を見張っていたと申しておる。川前一助はこう言い切ります。お屋敷の外は、町役人が、飛びのものを指図して厳重に固めている。蟻の這い出る隙間もなかったはずだ。川前一助の言葉には自信が満ち満ちております。第三章。それから丸一日、井戸から床下まで調べ抜いたが、千両箱も奉納の品々もどこからも出てこなかったのです。念のためにお聞きしますが、二つの燭台のろうそくは燃え尽きていましたか、それとも吹き消されていたでしょうか。平次は妙なことに気を配りました。風もないのに消えていたように思うが。のう、地元殿、さよう。地元金之丞、慌てたように相槌を打つのでした。
役高を合わせて150石取りの武家にしては、影が薄くて卑屈で島家の容人風情に引き回されている不甲斐なさをことごとに平次は見せつけられます。失礼ですが、お二人ともお酒はよく召し上がることでしょうな。いや、地元殿は見かけによらぬ大酒だが、私は体に逃げなく聖徳の下戸でほんのちょこで 2,3 杯というところだ。もっとも眠気を払うためによっぴて濃い茶を飲んでいた。これも川前一助の答えです。酒には何にも入っていたわけではない。酔いに一献傾けて帰った拙者に何の触りもなかったのだから。島五六郎は口を入れました。銭形平次はなおも見回しましたが、床の間には空っぽの参謀が三つ四つ並んでいるだけ。天井から床下まで調べたという場所に何にも隠されているはずもありません。隣の部屋を覗いてみましたが、そこにも何の変わったことがあるはずもなく、念のためその晩隣の部屋にいたという島家の若党の牛松と隣のせがれ又吉というのを呼んで、人目の少ない縁側に相対しました。何か気のついたことはなかったのかと聞くと、三十二三の威勢のいい若党牛松は、気がついたことがあれば親分に手数をかけるまでもなく、この俺が千両箱を探し出して褒美にありつくところだが、とふてぶてしいことを言うのです。寝ないのが二晩続いて心が疲れましたよ。隣のせがれの又吉は白い額を叩くのでした。25、6でしょうか。少しそやではあるが、精力的ないい男ぶりです。戸締まりに変わったところはなかったのか。あるわけはないよ。奥の八畳の縁側は主人の地元さんが開けたし、ここには俺たち二人頑張っているから、お勝手も表へも通れないことになっている。牛松はぼたもち番を押すのですが、しかしその鉄塔のごとき奥の八畳から千両箱一つと他にいろいろの大事な品がなくなったのはどうしたことでしょう。他に地元家のものというと、おのぶという18になる下女が一人と、さっき平次を案内してくれたおなみという美しいおかみだけ。この二人は奥の間を避けてお勝手に近い部屋に休んでいたので、何にも知るはずはなく、おのぶの方はただおどおどするだけ。おかみのおなみは、私は何にも存じません、まことに困ったことで、と打ちしおれるだけのことです。親分、この辺りは高台で井戸は飛んだ深いようですね。はしごを下ろして提灯を下げて調べた様子だ。どんなに深くたって千両箱を一つ隠せるもんじゃねえ。そういえばそれまでのことです。それからうちの中外をもう一度念入りな調べが始まりました。八五郎と牛松と又吉の三人は縁の下へ潜り、天井裏を這い回り、それから庭石をひっくり返したり、井戸へ明かりを下げたり、実に徹底的な家探しをやりましたが、夕刻になるまでついに何の得るところもなかったのです。夕べの膳には美しいおかみおなみの心尽くしで一本ずつつきました。奥の方は島五六郎と主人の地元金之丞、次の間では川前一助、お勝手では銭形平次と八五郎、若党の牛松に隣のせがれ又吉、それぞれほぐれない心持ちで、ともかくもねぎらいの杯を重ねたのでした。なあご主人、銭形とか平次とか言って当今大した評判だが、見ると聞くとは大違い。半日すす払いほどの騒ぎをして一枚の小判も見つけられないとは、なんとしたことだ。あれでは日当の払いようがないではござらぬか。まことに少子千万で。カラカラと笑うのはだいぶ酔いが回ったらしい客の島五六郎でした。それに対して主人の地元金之丞は何やらごとごとと相槌を打っているよぼす。ここまでは聞こえません。
おやむ。八五郎は早くもそれを小耳に挟みました。いいよ。何とでも言わしておけ。平次は別に取り合おうともしません。おう、地元殿。町方の御用聞きなどというものは、まずあんなものでござろうな。あんなことではお膝元の性質は心もとないが、江戸の町人は人がいいから無事に済むわけで。島五六郎の方言はなおも続きます。あのおひらの長芋のようないい男の800石取りがあんなゲスな造語も吐こうとは平次も予想外だったでしょう。あじ、俺の悪口を言うのは構わねえが、町方一党の悪口は聞き捨てにはなるめえな。そうっすよ親分、今までは少し甘く見ていたんだ。亡くなった品が確かに外へ持ち出されねえと分かりゃ、人間の手で隠したものを探し出せねえはずあるめえ。どこ行くんです親分。ここにあるはずで見当たらねえものがもう一つあることにおめえは気がつかなかったか。え、千両箱といろいろのありがてえものを積んできた釣り台は2台あったはずだ。それをどこへやったか聞いてこい。9月9日にそんなもってえねえ品物をお手車で伝通院へ持ち込むはずはねえし、そのあたりの飛脚屋の小汚ねえ釣り台じゃ間に合わねえはずだ。それなら分かっている。釣り台は邪魔になるからといって外へ置くわけにもいかず、お隣の酒屋森川屋の離れに預けてあるはずだ。若党の牛松が口を入れます。そこだ、八来い。平次は立ち上がります。庭へ降りるとささやかな植え込みを回って黒板塀に短尺の切り戸があり、そこは若木がかかっておりますが、外して外へ出ると花の先が森川屋の離れで、まだ雨戸を閉めもやらぬ座敷の上に物々しくも2つの釣り台が湯たんぼかけたまま並んでいるのでした。八、みんな呼んでくるがいい。この釣り台の中になかったら武士なら腹を切るところだが、俺はそんな痛いことが綺麗だから、せめて曲げでも切っておはびをしようじゃねえか。大丈夫っすか親分。八五郎はぐずぐずしておりました。あ、飛んで行くまでもなく、この騒ぎを聞きつけたものか、島五六郎と川前一助が主人の地元金之丞に案内されて、うさんな顔をこちらへ持ってきたのです。平次、大層威張った口を聞いたようだが、千両箱が見つかったというのか。島五六郎はよろりとして離れの柱につかまりました。ええ、外へ持ち出さなきゃここより他に隠す場所はありません。元の釣り台へ逆戻りなどは、なるほど、くせ者は知恵者ですね。この通り。平次は手前の釣り台の湯たんぼを剥ぎましたが、それは空っぽで何にもありません。なるほど。島五六郎はふふんと鼻を鳴らしました。もう一つ。奥の釣り台の湯たんが剥がれました。そこにはなんと姿を隠した千両箱がそのままちょこなんと据えられて、封を切らずにあるではありませんか。お、おっと。島五六郎、川前一助の二人は身分も恥も忘れて飛びつきました。それを冷ややかに見た平次は、それじゃあ、あっしはこれでおいとまをいただきます。日当には及びませんが、これだけのことを申し上げておきましょう。あとの品々はいずれこの近所に隠されていることでしょう。あさってまでには一日半もいとまのあることですから、ゆるゆるお探しになりますように。はい、さようなら。親分、セリフはそれっきりかい。柵に触るじゃねえか。酒屋の表口へ悠々と抜ける平次の後ろから、八五郎はブリブリしながらついて行きます。第四章。明くる日の朝、あのひげマンの用人川前一助が明神下の平次の家へ、見識と物々しさを振り落としたような顔で飛び込んできました。親分、大変なことになった。すぐ来てみてくださらぬか。太ったのが小石川からかけてきたのでしょう。どうしたんです、川前様。
平次はまだ朝飯前だったのです。お鏡、会見などはどこにも見つからない。隣の森川屋を一晩探したが、森川屋にはねえかもしれませんよ。それじゃあどこへ行ったのだ平次殿。そいつはあっしには分かりませんよ。あの酒屋のせがれ、又吉とか言いましたね。あの若いのに聞いてごらんなさい。その又吉が殺されたのだ。え？これはさすがに平次も驚きました。今朝合口らしいもので背中を深々と刺されて、酒屋の切り戸の前で死んでいたのだ。なるほど、そいつは底辺だ。あの男の口を塞がれちゃお鏡も会見もお墨付きも出てきませんよ。だから平次殿、この通り。昨日の主人の増言を知っているだけに、川前一助の額は敷居を撫でるのです。拝まれちゃ嫌とも言えませんが、支度がありますからちょいっと待ってください。半時ほどのうちにきっと参りますから。必ず来てくれるだろうな。酒屋のせがれは自業自得で殺されたことだろうが、お鏡やお墨付きが出てこなくては島様ご一家の難儀だ。頼みますぞ平次殿。念を押して立ち去る川前一助と入れ違いに、八五郎は相変わらず寝起きの良い顔を持ってきました。八、あのお鏡も会見もお墨付きも出てこねえ上、酒屋のせがれが殺されたとかで用人の川前さんが青くなって飛んできたよ。へえ、下手人は誰です？おめえはやっぱりいい御用聞きだ。御用人の川前さんは酒屋のせがれの死んだのはどうでもいいが、お鏡やお墨付きを探してくれとそればかり言っていたよ。呆れた味噌する用人ですね。ところでこいつは飛んだ奥行きが深えよ。おめえは一足先へ行って、島、地元、両家のいろいろなことを洗ってみてくれ。半日がかりで調べたら丁寧のことがわかるだろう。手が回らなかったら下っ引きを5、6人借り出して、両家の親類縁者、出入り商人にまで探りを入れるんだ。いいか、やってみましょう。あの味噌する用人なんか、どっかの縁の下に頬を経たガマのせいかなんかにちげねえと思うんだが。八五郎はそんな気楽なことを言って弾んだように飛び出してしまいました。それから平次は悠々と腹ごしらえをして、富坂町へ行ったのはもう日が高くなってから。用人の川前一助に案内されて、いきなり庭へ入って行くと、堺の塀の切り戸を開けて一歩酒屋の庭へ行ってみました。この辺りだ、又吉が殺されていたのは。用人は大地を染めた血潮を指さします。又吉の死骸は酒屋の離れに取り納めて、一応の検視を待っておりました。切り戸のそばとは言っても、森川屋の次男で殺されていたに相違なく、地元家は何の関係もないことに申し合わせていたのです。そんなことが気になるのか、用人の川前一助はさっさと地元家の庭へ引き返します。死骸のそばにいるのは父親の藤七と雇い人たち。平次の顔を見ると、雇い人たちは遠慮して、藤七だけが後に残りました。あの切り戸は閉まっていたのかな。ええ、地元様の方から閉まって若木がかけてあったそうでございます。お隣にいらっしゃる方々は夕べ一晩夜探しして、明け方に引き上げていかれましたが。藤七の口ぶりには我慢のなりかねた憤怒が焦げつきます。55、6の中老人ですが、なんとなく連達な感じのする町人でした。ゆんべ又吉はその夜探しを手伝ったことだろうな。いいえ、とんでもない。この間の晩、せがれの又吉が頼まれてお隣のお屋敷に見張りに参り、その時いろいろのものが紛失したようで、妙に白い目で見られておりました。その上、亡くなった千両箱が私どもの離れに預かった釣り台から出てきましたので、妙に気まずいことになり、昨夜などはせがれをはじめ私どもまで一晩見張られていたようなもので。日頃お隣の地元様とは実婚にしているのか。お武家と町人で身分の隔てがありますので、実婚と申すわけには参りませんが、お内儀様はよくできた方で、何かれと若いせがれに目をかけてくださいます。
お隣の千本金之丞様はどんな方だ？福蔵のねえところを聞きてえが。平次は折り入った調子でした。こうなってはお隠しするほどの義理もございません。正直に申し上げるとお気の毒なことに、森川屋の亭主、殺された又吉の父親藤七は思わず辺りを見回しました。第五章、森川屋藤七の話というのは、隣の千本金之丞という人は見かけは一角の武家ですが、今のお上のお波を嫁にもらった頃から妙に気抜けがしたようで、気の毒なことに近所の衆も真人間としては付き合わず、日ごとに地方人らしくなってゆくというのです。もっともお内にはあの通りの器量で、その上世に珍しい知恵者でございます。お里は微禄でして、今は見る影もない暮らしをしているということですが、昔はなかなかに富栄、島五六郎様と言い名付けの間柄だったとも噂されております。何？あの島五六郎殿と言い名付け？これは銭形平次にも初耳でした。その後、島五六郎様の方は二千石の大臣三宅壇上様のご息女お育様と縁談がまとまり、お波様の方は破談に遊ばしたとやらで、一時は大変な取り沙汰でございました。島様はあの通りの美男、三宅様ご息女が見初めたとやら見初められたとやら、さぞ持参金沢山の不器量な嫁が来るだろうと申しておりましたところ、その三宅様ご息女お育様とおっしゃる方は、お波様にも勝るほどのご器量で、世間の取り沙汰もそれっきりになってしまいました。それから間もなくお波様はお隣の千本様に縁づかれましたが、その頃の千本様は小六とは申しながらお役好きでもあり、人品骨柄、学問も武芸も申し分ない方で、立身出世は見物であろうと申しておりましたところ、いつの間にやらお心持ちが変になり、今ではもう誰知らぬものもない。お気の毒なことで。酒屋の亭主藤七は気の毒そうには言っておりますが、せがれ又吉の非業の死を隣の千本家のせいにしているらしく、なかなかに眼蓄の深いことを言うのです。その島五六郎様はしげしげとお隣に来られるのか？それはもうしげしげとおいででございます。お心持ちは少々変でも昔からのおなじみで。ありがとうよ、それだけ聞きゃ大層助かる。平次は主人の話を打ち切って又吉の死骸の方に向きました。頭を垂れて一礼して、その傷口を調べると、細身の合い口が左貝殻骨の下から真の座棒を一突きにしたもので、刃がまさしく水平になっているのが特色です。第六章。親分、大概分かったつもりですがね。八五郎が汗を拭き拭き森川屋へ戻ってきました。ご苦労ご苦労、俺も提言分かったが、千本様ご内院や元は島五六郎様の言い名付けであったという話だろう。その通りで、どこで親分は？二人の調べが合えばそれでいいのさ。ところで、俺はもう何もかも分かったような気がするよ。千本様の屋敷へ行ってみんな種明かしをするとしようか。へえ、親分はもう分かったんすかい？わしには少しも分からねえが。二人は千本の屋敷へ行って、改めてお勝手口から案内をこいました。取り次ぎに出た下女の小女をかき分けるようにして、お上のお波は咲きこぼれるような美しい顔を出しました。この上品で寂しくさえあるお上にこんな素晴らしい美体のあることは、銭形平次にも予想外でした。奥へ通されると、相変わらず島五六郎と川前一助がくたびれきったような主人の千本金之丞を
間に挟んで何やら苛み続けている様子です。平次か、千両箱が見つかってもお鏡やお墨付きが紛失しては何にもならんぞ。平次の顔を見るともう島五六郎の声がとがります。五代さんは明日でございましたな。さよう。大奥の五代さんは明九日超身の国には来られる。ではまだ間に合います。何？物を探索するには潮時がございます。誰が何の目的で隠したか、それが分からなくては探しようはございません。それがまだ分からないと申すのだな。島五六郎の声は次第に激しくなります。ところがようやく相分かりました。誰が何の意思で隠したのだ。まずそれを聞こう。美男島五六郎は自分の声に激発されたように一刀を引き寄せてぐいっと膝を進めます。それでは隠された品々のありかを申し上げましょう。あれでございます。銭形平次はいきなり縁側へ出ると裏の板塀の外に天を増して茂る五六本の杉の木の梢を指さしました。どこだ。うちの中や庭を探してもなかったはずでございます。あの杉の梢にタコ糸で吊り上げてある包みが一つ、歯と歯の間からわずかに見えております。どこだどこだ。杉の幹に糸の端が下がっているので気がつきました。長いはしごがあったらわけもなく取れましょう。平次の声の終わらぬうちに島五六郎と川前一助は飛び出しました。若党の牛松にはしごを持って来させて、お騒動でその包みを梢から下ろすと押しいただいて中を調べた島五六郎は、中身に間違いがないと見ると主人の千本金之丞夫婦に挨拶もせずに待機した家来どもを従えてさっと潮の引くように伝通院に向かいました。二度目の間違いの起こらぬうちにそれをお寺に届けておこうというのでしょう。えらいことになりましたね親分。まったくえらいことさ。ところで今度はまた吉を殺した下手人だ。平次が元の縁側へ戻った時でした。大変、お内儀様が。小女のお信が真っ青になって飛んできたのです。どうしたんでしょう親分。それについて行こうとする八五郎を、待て待て八、武家の内緒事は腰虎の関わることじゃねえ。ケロ。引っ立てるように平次は引き上げるのです。どうしたと言うんでしょう親分。足には少しも分からねえが。帰る道々八五郎はいつもの通り絵解きをせがむのです。よく分かっているじゃねえか。あの美しいお上が自害したんだよ。かえそうに。何だってそんなことを。八五郎は悔しそうでした。あの酒屋のせがれの又吉を殺したのはあの美しいお上さ。千両箱といろいろのお宝を隠したところを見つけて、日頃お上に心を寄せていた又吉が不心得にも武家のお上を強引に口説いたんだよ。最初俺は又吉を殺したのは主人の千本という人かと思ったが、抱きついてきたところを存分にさせておいて背後へ手を回して合口で貝殻骨の下をついたのは女だ。なるほどね。八五郎は自分の手でその格好をしてみせるのでした。女に抱きつかれたら気をつけることだぜ八。へっ、なんだってまたあのお上が金や鏡を隠したんでしょう。島五六郎が憎かったのさ。自分を捨てて三宅なんとかの息女、それもめっぽうきれいで持参金のある嫁をもらった島五六郎を自滅させたかったんだ。そのために地元のうちまで潰れるかもしれねえことを考えてもいなかった。昔から豆腐ほど恐ろしいものはねえというよ。するとあの床の間から盗み出したのはお上で。いや、明け方川前一助という用人が商用に立った時、主人の千本金之丞という人が雨戸を開けたと言ったろう。あの部屋から千両箱やいろいろのものを取り出せる暇はあの時のほかはねえ。
そうして主人のほかに取り出せるものはなかったはずだ。その前にろうそくを消しておいたのも多分主人だろう。そうして川前一助の目の覚めるのを待ったのだ。バカじゃありませんね、あの主人は。いや、バカだ。美しいおかみの言う通りになったのだ。おかみは島五六郎が昔のよりを戻そうとして変なそぶりのあるのをわざと主人に見せつけ、少し気の変になっている主人を焚きつけてあの仕事を手伝わせたのだ。庭で主人の手から千両箱や他の品々を受け取ったのはおかみだ。千両箱は切り戸を開けて隣の酒屋の離れにある釣り台に隠し、他の品々は手早く油紙に包んで昼のうちから仕掛けてあった裏の杉の梢へタコ糸で釣り上げた。それを隣のせがれ又吉に蹴取られ、あくる晩又吉は日頃心をかけているおかみを口説いたんだろう。恐ろしいことですね、親分。まったく恐ろしいことだよ。妙なものをありがたがったり、人の命を何とも思わなかったり。だから武家は嫌さ。ありがてえことにこちとらは千両箱を預けられる心配もねえと来ている。二人はでも寂しそうでした。軽口を叩きながらも、地元金の城のおかみ、あのピカピカするような美女が自分の罪の償いに自害したことが気になってならなかったのです。野村古道作、銭形平次、捕物控えより、美女罪あり。書室オール読み物、昭和24年1949年11月号より。全文読み切り。